アラフィフユキのながらビューティーエクササイズイエーイ3回目になります。今日はちょっとこんなアイテムを使います。じゃじゃーん、ガムです。板ガムなんですが2つに切ってます。これを使います。まあ、当然ガムなんで口に入れて噛むわけなんですけれども、ちょうど板ガムを半分にして左と右に入れて、でそれぞれで半分の状態のまま噛み続けるという、まあ、ガムを噛むということであれば、まあ、電車に乗りながら、またあの通勤中こう歩きながらできるかなというながらビューティーです。でガムを噛むことによって期待できるのは、やはりあのシワの改善はもちろんなんですけど、小顔効果が期待できますよね。で、どうしても人間ってこう噛み癖があります。ご飯を食べた時にどっちかというと左でよく噛む、右でよく噛む。この噛み癖がずっと続くと顔の左右のバランスが崩れますよね。ですので、できれば左右均等に噛みたいわけなんですが、あのこの噛み癖を改善するのにもこのガム有効です。で、私が考えているのはこう左右に入れて、あんまり奥の方じゃなくって真ん中辺で噛んで、噛む時にこう上下動かす動きを意識して噛むですね。ご飯を食べる時もできれば左右均等に噛んでほしいんですが、気づくとどっちかに偏ってますよね。ガムもそうなんですけれども、噛み癖のある方にガムが寄ります。そうならないように左右でこう2つに分けたガムを均等に噛むようにしておくと、ご飯を食べる時も噛み癖が改善できて両方でしっかり噛むことができるようになりますし、あとは意識します。あ、今左で多く噛んじゃったなと思ったら今度は右で噛むとかね、左右の歯でバランスよく噛むということを意識すると顔のバランスが整いますし、小顔効果が期待できます。でこの時なんですけれども、あのよく言われるのが、あのガム噛むとこうエラが張るっていう方がたまにいらっしゃるんですが、それはガムではなくて、もしかすると寝てる時に歯を食いしばっちゃったりとか、普段から歯を食いしばる癖があるとか、そういう方の方が ここの抗菌を使ってギュッと噛みしめてしまうのでエラが張ってきてるかもしれません。私の顔を見てください。エラは張ってないと思うんですね。ですので、噛みしめるんじゃなくてこう上下に動かすを意識してガムを噛んだらいいと思います。で左右均等に噛めるように、まあ、ガムでやって、ご飯を食べる時も左右の歯で均等に噛む、咀嚼する癖をつけると顔のシンメトリーが整い、さらに小顔効果が期待できます。これは男性陣がやってもいいエクササイズだと思うので、ぜひ通勤中にガムを噛みながらエクササイズやってみてください。